この不利な状況の中でも勝ったら2階級特進だ。それはなんか部下たちの生活の安定につながるぞっていう意味ですね。兵士たちのためっていうふうにハモンは聞きます。そうするとラルはお前のためでもある。ザビ家により近い生活ができるっていうふうにラルは答えます。全くセリフなしに右目だけをやや細めるんですね。目尻がこういうふうに下がるっていうのは実は相手をちょっと見下してる時です。やや右目の目尻だけが下がって相手を見下す顔になってしまう。そんなことをこの人は私が望んでると思ってるのかしら。ああ、なんて可愛い男なんだろうというふうに思ってるからですね。ザビ家に近い贅沢な暮らしがしたいような女だったら一緒にランバラルと一緒に地球に降りてくるはずがないんですよ。そう思いながらも私のために命を懸けて戦ってくれる自分の男っていうのを目の前で見るとやっぱちょっと自分の中に嬉しさというのは込み上げてくる。これもまた女の差っていうやつですよね。だからね、それが気持ちよくて、やっぱハモンさんもこの気持ちよさがあるから一緒に地球に降りてくるわけです。ハモンさんに対してですね、ランバラルはもうまあ見てろっていう風に言っちゃうんですよね。ランバラルが言うとハモンさん表情一切変えずにですね、信じておりますって答えるんですけど、最後まで女心が分かんなかったバカ野郎とですっていうのが僕のランバラル解釈なんですけれども、そこら辺がこのカップルの愛しさっていうところなんじゃないでしょうかね。なんか気持ちはすれ違っててお互い考えてることはなんか分かりきってないんだけども、でも愛情ですごいしっかり結びついてるんで、なんかすごいいい関係だと思うんですけども、ランバラルはハモンを抜け目のない悪者だと実は思ってると思います。でランバラルがいない時にハモンがどんなに取り乱してて、で帰還した時にあの人が帰ってきましたっていう風に部下の前で声を上げちゃうほど我を失うほど喜んでるような女だとランバラルは知らないままなんですよ。ハモンはラルにです、ね、抜け目のない悪女と思われてることを知ってるし、それでいい。なんでかというとランバラルを不安にさせたくないからですね。近くにいてあなた死なないでって年がら年中言うような女でランバラルの生存リスクを下げたくないというふうに思っています。だから信じておりますっていう敬語で返すわけですね。めちゃくちゃ大人のやり取りなんですよ。